のりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。おもさんです。僕たちの遊びが今回は 2.5 次元サイバー。おもさんはもうだいぶ大人ですから人に怒ったりってないでしょ。いや怒ってます。あらすんごい怒ってます。舞台やる時の声の発声者。確かにね。僕が訴えたいのはトリとケンスケです。ダブルダブルダブル。たまには先輩扱いしろ。結構知ってるはずなんですけどね。いや、ね、おっさん、ね、おじさんあるんですよこの二人は。もう俺43なんですけど、絶対40代の他の役者にそんなことしてないだろお前ら。そうですね。やっぱすごいですわってやってるだろ。大本名古屋友さんあたりは結構いいかな。しげちゃんは上、ね、のおじい田中しげみわしを登るにはしない。しないよな。友さんにはします。でもなんかそれは逆に僕らからするともちろんね、あの他の方の役者さんとかもすごい尊敬してますけど、友さんがすごい親しみやすいというか敬ってますよね。 2.5 にね、うん、初めて出て、まあ、僕一緒になったんで、はい、まあでもこういう扱いなんだなって。他の現場行くじゃん。他の現場で一緒になった若手の役者は、うん、結構俺のこと先輩扱いしてくれるじゃん。あーなるほどね。結構ね、そっちで行ったやっぱ親しみやすいというか、だからこそこの踏み込む先輩にこう踏み込んでこらってね言われて育てるのが後輩ですから。そうですね、うん、でも一番最初はなんか逆にトモさんがすごい下から来てくれちゃったのを覚えて、その刀剣で出会った時の事前稽古かなんかの時に高橋くんさんウルトラマンなんだよね。うちの息子好きだからさ。よろしく頼むよみたいな、こうなんかすごい、ああ、ああ、みたいな感じで、ああ、そうなんですか、そうなんですか、あ、息子さん好きでくれて、ありがとうございます、みたいな。もうさ、うちの息子さ、好きだからさ、ちょっとさ、なんか動画撮ってみたいな。そういう感じでは。動画撮ってる言った。X だろ。そうそう。うちの子すっごい好きだよ。そうそう。うちの子さ、野菜来ないからさ、行ってよ、行ってよ、行ってよ、ね、みたいな感じで、正直、その時、あ、いけるのって。思い出してそこからなんだ、高橋健介は。そうですね。もちろん今からこういう対応してくださいっていう感じなので、決して別に我々が自らやったってことではないので。そっか。もう怒ってねえんだよ。トモさんの人柄ならではもう絞り出してね。そうね。どうやったらどうだったら分かったら。じゃあ、こうちゃんに。メッセージくれたわけだよ。そうね、息子さん当てに。あ、嬉しいね。あ、もう仲良くね、これからも持ちつ持たれつつですから、楽しい関係でいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。こうちゃん、こうちゃんの大好きな人と今一緒にいます。誰かな。あーこうちゃん、じゃー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 ん、ほらあれからちょっと売れたよ。また会おうね。またプリコプール、ね、僕トイザラス連れてってあげるよ。おー、もう一個あります。お、誰を歌いますか。ゆうたろじゃなくて、おじさんみたいな。ケンスケ、おっ、ケンスケ、おかまーす。ようやく本命。おい、なんでお前は俺をケンスケ軍団に入れないんだ。そうは、なんでしょう。ゆうたろ入ってるでしょ。はい、あと、イクミも入ってるよね。入ってますね、3人で。今で、始めるって時に俺は聞いてたの話を。おう、あ、俺入れてよって言ったら、ダメだよ。おー、厳しい。で、いつも会うたびに健介軍団でさ、旅行行ったんだよ。全部俺が出して、お前ご飯行ったんだよ、健介軍団で俺が全部出して。ダメですだな。だから毎回、だから俺も入れてよって言ってんのに、ダメ、入れてくんないから入ったら、旅行も飯もただでしょ。ただ飯、ただでしょ。入れてよ。入れてくれない理由は、もう年齢です。あとは別にいいよ、キャップ入れるけど途中で悲しくならない。奥さんからの目とかさ、息子からの目でそのずっとその年下の俺に食わしてもらってるって悲しくならないよね。俺は普通にシンプルな後輩としてそんな先輩違う現場でね、その鬼滅の刃の現場とかでみんなさ、高木智之さんってこう先輩として敬ってくれてたわけでしょ。それがなんかバレた暁にはなんか結構こいつ結構きついと思うんですよ。こいつ健介に奢ってもらってるやつ。逆におい、トモみたいな感じで、トモ、ちょ、飯行こうよって20代のやつ言われるよ。かな、やだな、つまんな。すいません、今なし。訴える側からなしでって初めてかもしれない。取り下げたんだね。じゃあシンプルにユニクも入ってましょうよ。そうね、イクミ君もいるし、いろいろ落ちてたらご飯行きましょう。そうだね、楽しい会を開きましょう。その時はあの、トリコさんですよ。なんでや。ここでですね、一つ発表がございます、はい、なんと僕たちの遊び場グッズ第2弾が発売決定です。
うん、今出てると思うんですけど、こちらの QR コードからお買い求めがいただけます。もう買えるの？出てます。はい、もう買えますよ、どんなグッズが出たのかっていうのをね、今皆さんでちょっと見ていきたいと思います。最初はこちら、クリアファイルです。かわいい。かわいい。いいな。こちらもね、はい、遊び場のね、衣装デザインでですね、しかも後ろには可愛い小鳥ちゃんがついてるんで、書類とか挟みやすいクリアファイルとなっております。かわいい、はい、続いてこちらです。ポストカードでございます。僕たちのサイン入れでございますね。非常に書きやすいポストカードとなっております。続いてこちら、はい、フェイスキーホルダーと、はいはい、こちらですね、本体を傾けるとなんと目が、こっちを見つめてくる。常に目が合うのかな。目が僕らになってる。ありがとうございます。すごい。すごいわ。かわいい、はい、こちらも非常にね、あの、かけやすいキーホルダーとなっておりますので。すごいわ。続いてこちらですね、 T シャツです。これ生です。ゆうたろうとイクミが持ってるやつです、はい、今で画像でも出てますね。イラストが載ってますから、いつかね、会えるイベントがあったらね、オンラインじゃなくてあったら行けますね。みんなで行きましょう。はい、続いてこちらです。スタッフ T シャツ風ということで、これがイクミ君です。あ、こっちね、これスタッフ T ね。かわいいな。めっちゃかわいい。トリッピ好きそう。後ろやばいです、後ろも。スタッフ T だってなかなかそのね、視聴者の方がスタッフ T 手にすることがないと思うんで、イベントに来てくれるとですね、スタッフが振りができますので、かわいい、かわいい、かわいいな。はい、続いてこちら、フェイスタオルということですね。うわ、すごいわ。コーンマシンとかダーツとか遊び場にゆかりのある遊び道具が入ってるのが特徴的ですね、うん、続いてこちら、はい、こちらキャンパスアートですね。何それ、え、すごい。なんかほら、よくトイレとかにも飾ってある、はいはいはい、トイレとか、はいはい、かわいい。続いてトイレじゃなきゃいけないの。え、なんでトイレじゃん。いやいや、キャンパスアートの例としてねそこ拾うとこじゃないから気になる。続いてこちらです。あのキャンパスアートの、あの、一人一人バージョン、サインも入ってる。そういう、これはサインがみんなの一人一人入ってる、キャンパスアートが必要だって方はぜひお願いします。これケンスケです、ケンスケ。はい、続いてこちらです。スタンプ、これ欲しい。僕友達とかの、ね、はるちゃんも押してる。はるちゃんが押してた。腕に押してた。腕に押して、そうそう。でもね、すぐに洗い流せらしいので、めちゃめちゃ可愛いです。ありがとう。はい、続いてこちら、マグカップ。前回もあったんですけど、今回はですね、右利きの方も左利きの方もお塩見ながら一杯が飲めるようにということで。すげー。その半透明好きなのよ。いいね、半透明、はい、こちら非常に飲みやすいマグカップとなっておりますので。さあ、続いてこちらです。アルミボトルですね。あ、俺これ持って帰るわ。俺もこれサンプルやろうが、俺持って帰るから俺これ。しかもこれさ、ストローなってんねん、これ。すごい、嬉しい。ピャカってできんのよ、ピャカって。こちらですね、ご購入いただくと鳥越さんとお揃いになるので。なんでなんでなんで。ということでね、こんだけグッズがありますので、皆さんぜひ気になったものがあれば手に取っていただけたら嬉しいです。皆さん、なんかお気に入りのあります？これ俺初めて見た、このキーホルダー、目が動くやつ。これすごいよ。これめっちゃすごい。これはすごい、だってずっと目合うもん。うわ、これずっと目合う。推しだ、うん、あとこのフェイスタオルもさ、ね、それ大事ね。通せんのよ、通せんのよ。あ、そうなんだ。なんかポールを縛れんのよ。そう、はいはいはい。トイレとかさ、トイレとか、これはトイレか。僕スタンプ欲しいです。スタンプね、はるちゃんのスタンプ。ゆうたろう君押してあげる。大丈夫です。あ、大丈夫大丈夫だった。やばいやばいやばい。好きな人見てる。好きな人見てるだけの目。いや、でもめちゃくちゃ可愛いですよ、スタンプ。すぐ洗い流せるから。スタンプもね、やっぱ1箇所と言わず2箇所から、始まることから大事なのかなって2箇所から。何をおっしゃってる。おすすめ。こういうことですね。ちょっと写してもらって。ほら、めちゃくちゃ可愛いんですよ。見えない、見えないとこに。そうそう、こんな鮮明に出るんですよね。ジープ乗ってるよ、ジープ。ジープ。ハリウッドジープ。いや、でもちゃんと可愛い。グッズ可愛いね。可愛いですね。マジか。可愛い。ぜひ、皆さんもよろしくお願いします。その前回とね、僕らの服も違うんですよね。また新しくデザインしたので、そこもぜひ。うわ、すごい。なんか嬉しいね、これ。スパンキン。いや、ちゃうねん。スタンピングじゃないか。スタンピン。全部いいの。これスタンピン。今回はですね、ここ大事ですよ、聞いてください。購入者特典もございます。商品を買ってくれた方には、遊び場限定動画が見られる QR コードを、商品と一緒に同封しますので、お楽しみにということで。それは大きいですよ。はい、皆様ぜひ一緒に使ってください。よろしくお願いします。以上、グッズ紹介でした。素晴らしい、うん、タオル欲しいって言ってる。あ、タオル欲しい、ありがとうございます。めっちゃ欲しいって。黒 T 可愛いってね、スタッフでいいね、スタッフ T ね、可愛いな、可愛い。